かかってないっす。え？大体もう掴めば分かるんで、今何パーセントぐらいか。下半身って普通に日常生活で使うんで結構太いんですよ。例えば変なダイエットするじゃないですか、食事を我慢しちゃって、そうすると上半身だけ細くなっちゃうんですよね。めっちゃわかります。下半身の筋肉ってそうそう簡単に落ちないので、上半身は使わないから簡単に落ちるんですよ。それで私は足が太いって思いがち。だから私はこれで全て納得いいの。だから前は食べなければ腕細くなると思って、はい、夏は食べない、はいはいはい、それの繰り返し。だからね、そう、女性は特にね、上半身が細くなりやすいって。はあ。パーソナルトレーナーにちゃんと見てもらって、あなたこういう動き歩き方してるでしょうとか、あなたヒール履いて足がこうなってるでしょうとか、変なダイエットしたでしょうとか言われないと筋肉がないんですよ。人間って使いやすい筋肉ってもあるんですよ、日常生活で使いやすい筋肉。だからスポーツでもそこしか使わないんですよ。それだけで目立っちゃってると。そうそうそう、逆に言うと他の筋肉はないんですよ。だからただ目立ってるだけ。はい、OK、お疲れ様です。だからなんでしょうね、僕も雑誌に書いてあるような、じゃあ足痩せたいんですね、じゃあこの スクワットやりましょうとかね、言うのはまあできますよ。でもね、それで理想だから手に入るのかって多分絶対入んないんですよ。パーソナルトレーナーって本当ね、職業的になんか理解されにくいんですよ。その人の体を包括的に見てアドバイスをするのがまあ理想なんですけども、だからパーソナルトレーナーってお金高いんですよ。普通じゃ知らない、知れないことを。そう、ちゃんとね、ちゃんと解剖学的な見地からちゃんとアドバイスするんでっていうね。はい、というわけで、はい、本日もお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした、お疲れ様でした。というわけで、はい、本日もご質問を、まず1個目、寒天ダイエットはトレーナー的にダメですか？寒天だけしか食べないってやつですか？多分主食を寒天に変えたりとか。あ、例えばご飯を寒天にするみたいな感じってことですか？あ、別にいいんじゃないですか。ただ結局大事なのは BSC バランスなんで、まあ、結局寒天って何がいいかって言ったら、あの栄養素がないんですよ。要はカロリーがないよっていう。だからただのかさ増しですね。じゃあ他でちゃんと本当 BSC バランスを考えてで取ってれば別に、はい、全然構わないという感じですけども、なんか寒天って本当にただのかさ増ししかないんで、多大な期待は絶対しないでください。なんかね、便秘が治るとかいいじゃないですか。治んない、治んない。なんかバナナダイエットとかも昔流行ったじゃないですか。はいはいはい、ね、ダイエットとか、あれらって必ず便秘に効くみたいな。まあ効く可能性はちょっとあるかね、あるかなぐらいのレベルですよ。偏ったら食べ物のあれはしない方がいい。まあ偏ったっていう、いや多大な期待しない方がいいよね、単純に。だそうです、はい、なんか食べないダイエット、まあ私はしたことがあるので、はいはいはい、その時の便秘はひどかったです。ああ、そうですね、多分ひどいですね、それはね。なんで食べた方がいいです。うん、だ今も言われるんですよ、はい、こう顔もスッキリしてきて、はいはい、食べてないみたいな、うん、だからめちゃめちゃ食べてるよって言って、すごくマッチョ飯ですけど、マッチョ飯だから見栄えがよろしくない。そうそう、見栄えがよくないですよ、マッチョ飯は。基本的にあの素人茶色しかないでも栄養バランスとかも全部教わって、そう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 、自分でちゃんとやってるんで、そう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 、お足を、はい、仕事終わりのトレーニングは、はい、夕食前と後ではどちらがいいのでしょうか？ぶっちゃけどっちでもいいです。ただ気をつけたいのは、なんか食後30分以内とかにハードなトレーニング、ウェイトトレーニングやると、まあ気持ち悪くなる可能性がありますよってぐらいですかね。ぶっちゃけそんなにどっちでもいいっすよ。地元にパーソナルトレーニングのジムが少ないので、はい、うん、ジム選びの基準などアドバイスいただきたいです。そうですね、ジム選びの基本はまず継続なんですよ。トレーニングの継続、必ずチャリで通える範囲のところに規定してください。絶対、最低、これ自分最低条件です。だって遠かったら雨で行きたくないでしょ。だから、まあ、チャリでもできれば10分以内、チャリで10分以内であれば、まあ、最悪雨の日はあの傘で差して歩いて行っても、はい、まあ17、8分ぐらいで行けるじゃないですか。20分ぐらい、20分以内で行けるじゃないですか。それ以上離れると正直人間行きたくなくなります。間違いないですね。そうそうそう、だからジム選びの基本は絶対に近く。パーソナルトレーナーの選び方に関しては基本的にはあのコンテストに出てる方を選んでいただくといいかなと思います。その理由は、この動画見てる方って基本的にやっぱボディメイクしたいんですよね、はい、であればボディメイクのプロって言ったらやっぱコンテスト出ていって、いやー間違いないですね、結果出してる人じゃないとまあなので基本は必ずコンテストで、まあ、入賞か最低限入賞 の、 あの経験を持ってる方
やっぱ知識と経験が体で証明してますもんね。まあそうですね、自分の体でちゃんと実証できてるかどうかっていうのはすごく大事なんで、やっぱり理論と経験としっかり豊富なトレーナーを選ぶっていうのが大事ですかね。まああとは例えば2人パーソナルトレーナーがいて、両方なんか入賞経験、片や入賞経験、片や優勝経験とか、まあ一応は同じぐらいの実績レベルというかの場合には、まあ、トレーニング歴とか、あと体がどっちがでかいとか、やっぱでかい方がやっぱりそのだけ重い重量を扱ってるので、やっぱ怪我のリスクとかもしっかりしてたりするんですよね。あとはまあちょっと正直合う合わないもあるんで、間違いない、うん、人対人だから。そうなんですよ、やっぱね、ちょっとずっとマンツーマンでやるんで、あ、この人合わないって人もやっぱいるわけですよ。そういう時は、まあ、1回試してみてどうかなみたいなで選んでみてください。です、はい。今私どれくらいの頻度でここに来てるかという質問がありまして、はいはい、まあ最低週1、そうですね、最低週1、来れたら2回ですけど、はい、そのトレーニング的には何が一番ベストがない？あ、ベスト、あ、回数ってことですか？はい、あ、回数のベストはないっす。まあ別にあの体力が続く限り週7でもやってる人もいるんで、別にベストっていうのはないですね、うん、はい、ただベストっていうのは結局なんか自分の生活スタイルに合わせてあのトレーニングやればいいかなと思うんで、ぶっちゃけ週1でも、まあ初心者のうちは肥大もするんで、筋肥大もね、それは全然それで週1でもいいんじゃないですかという感じですね、僕からすると。個人的にはあの本当に無理のない程度に来れる時に行こう、うん、はい、でも、でも、はい、行かない、1週間じゃまるまる行かないってなると行かなくなっちゃうんですよ、うん、ああ、そうですね、せめて最低限週1はね行った方がいいなって感覚的に今思っております。はい、というわけで、はい、今回は以上になります。はい、ありがとうございました。バイバイ。